日は以前このみのりんが広島土産で送っていただいたやつですね、牡蠣、なんか牡蠣のだし、これ使って牡蠣だしのバター炊き込みご飯、締めじゃん。しまっちゃう飲み始めたのに。やったー。おぉ、もう土鍋のやつをなんかね、あつちゃんがね、あ、これですね、これ1号炊きのこの土鍋、よくね、居酒屋とかのさ、締めで出てくるやつ、でも、とっておきの炊き込みご飯作っちゃおうかなと、イエイ、ようですね。はい、お願いします。やっていく。どうも、コロンビア。いろいろちょっと準備しておきまして、土鍋の中にお米入ってるんですけど、これね、お水に30分つけてあるもう米になります。で、かき出しもこれもう粗熱取らないといけないんで、もう出してあります。で、これちょっと一回ね、実は飲んでみてほしいのよ。飲んでみてほしいっていうか、飲んでみてほしいのよ。ちょっとこれ結構ね、いい、美味しいわ。みんなね、この出汁のとこ美味しいって言ってた。これ出汁ね、めっちゃ美味しい。これなんちゃらかんちゃらっていうところの出汁は美味しい。ちょっと濃いめに出してるんだけど、それにしてもね、めっちゃ美味しい。いただきます。うん、美味しくない？これすげえいいお吸い物じゃん。めっちゃ美味しいよね。いや、すげえ、すげえいいお吸い物、ね、それをお湯で戻しただけ。そう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 、そう、うまくない？これ、これめっちゃうまいんだけど、ね、これマジで完璧なお吸い物じゃん、これ。そうそうそう、これ出しただけよ、本当に。もうこれ、あれ料亭でさ、出てくる最初のあのお吸い物だよ、これに。いや、ほんとそう。ふとわかめ入れたらすごいね、ひろやさんのね。めっちゃうまい。これめっちゃ美味しいよね。びっくりした、出汁だけ。くりパキ、カツオ、ウルメイワシ、サバ、カタクチ、え、めっちゃ入ってる。いろいろ入ってんじゃん。カツオ、ウルメイワシ、サバ、カタクチイワシ。え、でもカキの味めっちゃするよね。すごい、カキエキスすごい。じゃあちょっとね、今回はもうかき出しあるんで、もうかきとかは別に入れずに、魚はあえて入れません。もうその出汁の本来の味でやりたいんで、で、きのこ入れます。で、しいたけね、たけしをちょっと食べる。たけしー、あ、たけしーの、たけしーのを食べやすいサイズにします。たけしーのまずもうぶわっと、まいたけ、みんな大好きまいたけ。いやー、いいね、きのこ。きのこのね、そう、炊き込みご飯はね、もう素晴らしいですからね。シンプルに入れまして、ここにお出汁を入れるわけですよ。はい、おしっかりちょっと粗熱取った。で、1合なんで、1合分ね。多少ちょっと浸るぐらい、全体的に。そうそう、浸るぐらい入れて、そこにあれですよ。あれ来ちゃう。まず料理酒を。バンバーンとちょっと適当に。結構入れるね。料理酒で大丈夫。で、お醤油。軽く1、2回しぐらいでいいです。で、このお米からして、お米に突き刺して指の第一関節いかないぐらいで、おかいつもよくね、お米を炊くんで、そのぐらいまでちょっとやりますと、なるほどね、いかないぐらい。そう、炊き込みご飯よく失敗する、お米が硬くなっちゃったりするのは、水で戻してちょっと30分ぐらいつけないとやりやすいんで、気をつけてください。そうなの？そう。で、バーンと閉じる。もうちょっと出汁入れとこう。はい、これまずね、強火でぶわーっと沸かします。おお。で、これね、もうね、決まってるの、時間が。なんだっけ、はじめなんちゃら、ことこと、はじめことこと、あとパッパ、中パッパか、赤子泣いても蓋取るな。おお。そう、最初ね、強火でその沸騰してぶわーって、ピーピーピーってなるまでやって、で、強火で沸騰したら中火にして5分で、その後弱火にして4分で、最後10秒強火でバーってやって消して10分蒸らします。おー、20分ぐらいってこと？そう、まあ大体そう20分ぐらい、伝統的な文化です。伝統です。ありがとうございます。これぞ伝統。伝統。いやー、いいよね。サザン本当好きよ。なんでこんなにサザンなんだろうっていうぐらいずっとサザン。何聞いてんの？え、もう本当に有名な真夏の果実だから、涙のキス。波乗りジョニーと。波乗りジョニーいいよね。マジ好きなんだよね。本当に好き。あれはいい。あれも好き。
ずっと聞いてるのに全然飽きない。サザン全然飽きない。ウィー行きますか。ビャーンビャンビャン来ちゃった。デデーン、これがいない時に開封しやがって。わー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 、松茸ご飯だ。でここに一気にバターを乗せます。わ、無塩バターです。キャーキャーキャー、エッチーエッチー。うわー、じゃあ混ぜますか。よいしょ。あー、いいんじゃないか。うーあー、いい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 や、いい炊き加減です。うーわあ、盛りまーす。ここにおっと、おい、おいチョコンバター。追ってるねー。おい、おいチョコンバターね。やってんねー。でですよ、問題、皆さん、うん、ここにみょうが持っちゃいます。みょうみょうみんな好きでしょ、みょうが。山菜風の炊き込みご飯。山菜あ、すいません最後、ネギよ。ということで、こんな感じで牡蠣のバター炊き込みご飯完成でございます。すごいすごいことになってます。皆さん、美しすぎます、このビジュアル。食べましょう。食べましょう。はい、じゃあいただきますね。はい、いただきます。本当においしいのかな。いただきます。なんだこれは、うま、なんだこれは、うますぎる、うまい、すげえ、うますぎる、あ、うまっ、うますぎる、これは、うん、うますぎるね。完璧な炊き込みご飯だ。うまい。これはもうお店で出てきたら完璧だね。うまいじゃん。うまい、だし効きまくってるわ、うん、やばい、だしとバターがやばいね。そう、とんでもねえや。ちなみに忘れてはいけないのが、きのこもね、そうですね、だしを出してくれてる、うん、だしだけに。どう、これはうまいわ。マジでみんなこれ、うん、ダメだよこれは、うん、ダメだよこれは、うん、これうまいね、ほんとに。うまっ、で田んぼの水にもうかき出しつけておこう素晴らしいということでね、はい、いやもうほぼほぼもうこれまででもね、トップクラスに美味しい、いやほんとに美味しい、これ炊き込みご飯がこれやばい、できました。うん、うん、素晴らしいわ。これはちょっとね、素晴らしいと思いますんで、これはちょっとね、でも書き出しね、ね、ちょっとあれですけど、難しいけどね。出し方は多分みんな気になるんじゃない。いやでも書いてあるの、パッケージの裏に。もうだってあれよ、沸騰してるお湯にパック入れて中火で2、3分、だけなんだ、裏に書いてあるやつだけで、あんな濃い出し出るんだ。いいな、今回はちょっと2パック使ったんだけど、うん、え、何、1パックの量で2パック使った。そう、あ、まあでも 1.5 の水に対して2パック使ったみたいな感じだから、まあかき出しじゃなくてもね、出汁使って、うん、ね、炊き込みご飯作るとめちゃめちゃ美味しくなるので、うん、皆さんも挑戦してみてください、うん、ということで本日の動画でございました。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイ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 、シー